ドド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 
あのバこういう赤田、まあ、赤田じゃなくてもちろんバンドのライブでもそうなんですけど、あのバンドとバンドの間をつなぐね、あの今かかってるような BGM みたいなのを、そのまあ、結構アカペラバンドだとこう自分たちのバンドに合った SE を自分たちが登場する前に流すことで、こうなんか自分たちのバンドの雰囲気をあらかじめ知ってもらって、こうなんか世界観をちゃんと表現しましょうみたいな、それがなんか SE 含めてなんかバンドのステージですみたいなことよく言われるんですけど、まあザ・グルービーズもまあそれに習っていつもあのアース・ウィンド・アンド・ファイアの「レッツ・グルービー」っていう曲をいつも流しているんですけど、で今日ももちろんあの SE 持ってこようってなって CD じゃないとダメって言われてたんで、あの CD で持ってきたんですけど、あの今ここにちょっと返されちゃって CD を、あの DVD だったんですよね映像の自分たちのね、そう自分たちのこの間の本番のDVD を俺は6番ザ・グルービーズって俺これ書いた気すんなと思って違ったんですね、そう違いました DVD これを流したら俺たちの演奏で俺たちが入ってくるで本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、そんな感じでお送りしました。じゃあ2曲目いきますかはい、小話が終わったんで2曲目はですね、場所を移動しましょう、はいはい、ありがとうございます、嬉しいです。何がね、2曲目は平井堅さんの言わない関係って曲をお送りしたいと思います。で、あんま有名じゃないんですよこれ、知らない人多くてなんかあんま乗ってもらえないんですけど、でもすごいいい曲で、結構知らない人、その曲知らない人からもいいなって言ってもらえるんですけど、この曲すごい昔の彼女がこの曲やると、この曲アカペラだったらかっこいいと思って突然メールしてきてくれて、それでこう今現になんとかやメールだった気がする、確かまだ LINE なかった気がする、その時その時そうそう、すごい喧嘩して別れて一時期殺すぞとか言われてでもその元カノで最終的に仲直りして、言わない関係やるといいよって言って、で今こうしてできてお客さんにいいねって言われてるので、皆さん悪いこと言わないので元カレとはちゃんと仲直りした方がいいと思います。メリークリスマス嬉しいですね今日は嬉しいを多発していきたいと思います。聞いてください、言わない関係です。Yeah.
結構今日 LINE から来てくれてるんですけど、うん、今ちょっと僕の大好きな大志くんを見つめて君って言ったんで、ちょっとサビの時ずっと僕のことです出ちゃいました、すいません、メリクリそう、クリスマス周辺はね、クリスマスメリクリって言っとけばどんなボケでも回避できるそうですね、ありがたいです、ありがたいですね、なんで聞こえますか、そうです、はい、あ、そっか、こっちか、また忘れごめんなさい、今日初めてちゃんとステージングやるんで、そうですね、間違えちゃった、はい、次の曲で最後になります、さ、次の曲で最後になります、次の曲で最後になります、ありがとうございます、じゃあ告知しよっか、そうですね、いろいろ1月16日にアカペラつながり冬の大感謝祭というあのこの今日もねあのカプツルに出せていたんですけど、その系列のイベントに出せていたことになったので、J-POP カフェですごくたくさんすごくたくさんのバンドが30組ぐらいが出るなんかすごいイベントなので、あのぜひお祭りみたいな感じで夏休み騒ぎで僕たちも歌うんで、ぜひ来てくれたらなと思います、あと来てください、あとはあ1月28日に吉祥寺のスターパインズカフェで、我々東京外国語大学アカペラサークルラインズっていう中から来たサークルのあのサークルライブが行われます、で、ブルービーズは、あの、今、ツイッター上ではまだ結果が分かってないってことになってるんですけど、あの、まあ、出られたらいいなって思ってるところで、はい。もう結果は出てるんですけど、あの、一応その、まだ分かんないってことになってる、出れたらいいなっていうことで、まあ、俺らが出れても出れなくても来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、行きますか。最後の曲。ずっと、結構、この、あ、結構そうですね、あ、こうあのこの MC の SE が下がると結構緊張するちゃんとしたこと喋んなきゃいけないみたいな、なんかあのグルービーズ4月に結成してからいろんなライブ出させていただいて、で夏頃からずっとこの曲大事に歌ってる曲でございます、気合を入れて2015年のグルービーズ歌い納め、そして皆様もおそらくあの明日の四ツ谷モノとか行かない人は多分きっとあのこれがリスナーとしてのアカペラ納めになると思うんで、気合い入れて聴いてください、気合い入れて聴いてください、そんな曲じゃないですね、まあ、1年間のことをね思い出しながら、もらい泣きしてください、はい、聴いてください、もらい泣き探す日のインリピングでふっと君
ありがとうございます。